アトミックデモチーム松田聖香です。アトミックブーツホークスシリーズのご紹介をしたいと思います。こちらのアトミックホークスウルトラは、とても軽くて非常に人気のあるモデルになっています。で、軽さの秘密はこのシェルの薄さにあります。もともと素材の軽いものを使っているんですけど、このシェルを薄くすることによって、それとあとは無駄なスペースを取らない金型になってますので、それで軽量化を実現しています。なので、このブーツ非常に軽いです。で、その軽くて快適なブーツなんですけど、それだけではなくてアトミックはしっかり滑れるっていうのを提案したブーツになっています。こちらのブーツのレディースモデルもあるので、男性でも女性でも快適に楽にスキーをしたいんだけどしっかり上達もしたいっていう方に向けたシリーズになっています。そして今年新しく出たのがホークスプライムです。こちらは先ほどご紹介したホークスウルトラはこの幅が98ミリのラストになっているんですけど、こちらは100ミリです。なので足幅が広い方、足のボリュームがある方に楽に履いていただけるシリーズです。で、このように大きいブーツ、幅があって厚みがあってこの高さがあってっていうと、どうしても素材量を多く使うので重たくなります。ですけどこのホークスウルトラの技術を搭載したモデルがこのホークスプライムなんですけど、側が大きくてでっかいブーツなんですけど、幅も広いんですけど非常に軽いっていうのが特徴になります。なので、ご自分の足のサイズボリュームに合ったもの、それと自分がやりたいスキー、さらにシビアに捉えていきたいか、それか快適に滑りたいかによってお選びいただけるブーツが揃っております。ホークスウルトラ、そしてオフホークスプライム、シリーズの紹介でした。